古都奈良の文化財とは、日本の奈良県奈良市内にある8見の地域遺産と、干渉地帯とで構成されるユネスコ世界遺産。総面積約31.18平方キロメートル。1997年の推薦を経て、1998年12月2日、京都市で開催されたユネスコ世界遺産委員会で登録された。ユネスコ世界遺産として、日本で9件目。 文化遺産としては7件目であった。特別天然記念物である、カスガ原マ林は、そのままの評価であれば自然遺産であるべきところ、東物件では文化遺産に区分されている。その理由を、カスガ大社境内とカスガ原マ林を一体と捉えた上で登録されたからと説明する向きもある。ものの、その通りであれば、広く歌われている、八県という地域遺産の、 登録物件数が合わず7件ということになる。鉄道そのものが登録物件である場合以外では、ユネスコ世界遺産で唯一指定区域内を鉄道が走る。平城宮跡を東西に横断する近鉄なら線が、それで登録が検討されるはるか以前から営業していることをもって、あえて問題視されなかったとみられる。もっとも旧跡内での鉄道敷設は、 当時から問題視されていたもので、本来あるべき状態ではない。奈良県は近鉄奈良線の旧席街への移設に向けて、本格的検討を始めたことを2017年1月に発表した。東武県の地域遺産は、神社1軒、仏教寺院5軒の国宝建造物を主とし、一部が特別名称にも指定されている、特別史跡の平城偶跡と、 特別天然記念物である、カスガ山原子林の計発見で構成されている。以下に、個別の地域遺産を記載する。東大寺幸福寺、カスガ大社元号寺、薬師寺東正大寺平城旧跡ことならの文化財庫の世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。具体的には、ありがとうございます。